時間は訓読の時間です。本日は半導4家庭が訓読をしてくださいます。天使小教会のシックの皆さん、おはようございます。私は半導4人親族家庭です。本日は平和を愛する世界人として248ページを訓読したいと思います。川は流れ込む水を拒まないという内容です。世の中に蔓延した利己主義はその個人を滅ぼすだけでなく、他の人と民族の発展までも阻害してしまいます。人間の心の中にある貪欲さが平和世界に進む道において最も大きな障害物になるのです。個人の貪欲さが民族の貪欲さに拡大し、貪欲さに染まった心が人と人、民族と民族の間に分裂と紛争を引き起こします。歴史上貪欲さのために起きた紛争によって大勢の人たちが血を流して死んでいきました。このような紛争をなくそうとすれば、世の中に流布する誤った価値観と思想を変える一大革命が起きなければなりません。私たちの社会の糸束のように絡まった複雑な諸問題は、そのような革命が起きればあっという間に解決されます。人と人が、民族と民族が、まず愛で相手に配慮し協力すれば、現代社会の諸問題はことごとく解決するでしょう。平和を口で語るのは簡単です。しかし平和を呼び込むのは簡単ではありません。人々が平和な世界を築く際に、最も必要とされる真理を避けて知らないふりをするからです。人との平和、民族間の平和を語る前に、私たちは神との平和を語らなければなりません。最近の宗教は自分の宗派だけが一番だと考え、他の宗教は無視して排斥します。他の宗教や教派に対して壁を積み上げることは正しくないことです。宗教とは平和の理想世界を求めていく巨大な川と同じです。川は広々とした平和世界に至るまでずっと流れていきながら、たくさんの支流と出会います。人類の涙を拭う平和の母、214ページ。日本の九州には唐津という港湾都市があります。玄界灘に面しているこの地域は特に唐津焼が有名ですが、文禄慶長の役の時に日本に連れて行かれた朝鮮の陶工たちの優れた技術によって発展したという胸の痛い歴史を持っています。私たちは1980年代からここでプロジェクトを開始していますが、2016年の秋、私はこの地を訪れ、人類のための重要なミッションの一つを再スタートすることを決意しました。それは韓国と日本をつなぐ海底トンネルを完成させることです。唐津はその海底トンネルの出発地であり到着地なのです。韓国と日本をつなぐにあたっては、両国の間にある暗い歴史が大きな障害物として横たわっており、世論の反対を覆すのは簡単ではありません。しかし韓国の釜山と日本の唐津を結ぶ海底トンネルが開通すれば、韓国は世界経済の中でさらに重要な位置を占めるようになります。日本からの物資をユーラシア大陸に運ぶとともに、数多くの旅行者を呼び込むことができます。
さらに重要なのは、このトンネルがアジアに平和を根付かせる役割を果たすという点です。葛藤し反目し合うことで互いに足を引っ張っていた両国が協力の道に進む歴史的な和解のきっかけにもなるのです。島国は大陸を慕いますので、私たち夫婦は日本と韓国が一つになって日韓トンネルを作り、さらに南北が一つになれば、それがユーラシアを経て全世界に広がっていく平和高速道路になるように祈りました。現在いくつかの協大国は自国の利益だけを計算しているのが現実です。しかしイギリスとフランスは百年戦争を起こしたにもかかわらず、互いに手を取り合い、ドーバー海峡にユーロトンネルを作りました。韓国と日本も誠の許しと和解によって心を開けば、私たちの東大に海底トンネルを作ることができます。私たちは30年間このプロジェクトを準備してきました。これからはみんなが心を大きく開き、未来を切り開いていく。